色の折り紙で糊で貼れる風車を作ってみました。普通に折ったのでは裏がツルツルで糊で貼れません。まず2回三角に折ってください。1枚だけ折り返して三角に折ります。これを戻して真ん中に合わせて折ります。で、この折り筋の部分を切り取ります。これを開くと真ん中に四角い穴が開いています。この四角のところで内側に折っていきます。90度回して同じように折ります。裏が白くなっています。これを開いて上と下にこのように折ります。ぴったりと合わせて、そして船の形になるように折りつぶします。反対側も同じように折っていきます。この三角の部分を対角線に2枚向きを変えて折ると風車の出来上がりです。貼り絵用の風車の方は裏返すと白くなっています。先ほど切り取った方でも小さい風車を作りましょう。開いたら角の部分の半分のところまで切り込みを入れていきます。裏返して真ん中まで折ります。これを4回繰り返します。白い部分が残っているのでこちら側から糊付けすることができます。これで大小2つの風車ができました。裏の白い部分に糊をつければ画用紙などにしっかりと貼り付けることができます。小さい方は下に紙を引いて先の白い部分に糊をつけます。こうするとしっかり貼り付きます。大きい方は羽の部分がくっついていないので向きを変えることができます。色紙などに糊で貼って使ってください。